さあ、もちもち。今日はもち焼いてみたいと思います。これね、越後の切りもち。ここ欠けちゃったんだよね。気がついたら欠けていました。ここね。しゃあないか。じゃあ、火を起こしましょう。よし。火強いか。強い。おきびの方がいい。おきびってどうすればいいの？まんべんなく炭が燃えて、ふわって炭が赤くなってる状態。もうちょっと、じゃあ、ほっといた方がいいのか。うん、じゃあ、黒いとこが焼ければいいってことでしょ。そう。景気よく燃えてるな。じゃあもうちょっともう、放置すっか、うん。うん。そろそろいいかな。はい。多分。火は出てっけど。やってみましょう。よし。もうのっけじゃ、ただのっけでいいんでしょ。いいと思う。あ、3つが。3個ずつだな。火が出てるから気をつけて見ててね。うん、ああ。もう真っ黒です。やばいじゃん。端っこで。端っこで。端っこで。オッケー。中に火が通る前に表がみんな真っ黒になっちゃう。火が強すぎだから。よいしょ。よいしょ。だってあれでしょ、プーって膨らんで。本当はね、だからおきびがいい。あー、じっくりね。火力が強いのか。蓋閉めっか。こっちが火力弱い。弱そうだね。うん、こっちが弱いからこっちに行くか。強い。おー、いい感じ。いい。あ、網目が。いい感じ。いい感じ。わかんないけど。シナノスイート。え、このまま焼くんじゃないの？わかんない、焼いたことない。俺もない。焼きリンゴってのもいいのかな。膨らんできた。あ、クイズ？うん、みんな膨らんできた。あ、みんな。あ、うん、ほんと。ほら。ああ、膨らんでよ。膨らんできてると、中も火取ってるってことだよね。そう。リソブ焼きって醤油つけてまだ焼くんでしょ。うん。私は二度漬け、三度漬けが好き。うん。もうつけた方がいいんじゃない？しょっぱめが好きで。あのね、うん、お醤油つけるともうね、一気に焦げ始めるから。あ、そう。お餅にしっかり火通ってからの方がいい。あの、触れんよ。なんか、ぷよぷよし始めてる。うん。あの、あれだよ。反対焼いた方がいいんじゃない？反対焼こうぜ。これ時間かかるっしょ。うん。あ、ほら。お、膨らんでる。プーっつってる。もう火通ったんじゃないの？あ、これいい感じ。パリパリじゃん。何かが音が立ててるよ。ん？何かが音立ててる。リンゴじゃない？お、ほら。熱い。うん。よし。お醤油つけようか。あ、リンゴの焼けてる匂いがする。いきまーす。はい。シューシュー言ってる。うん。遠い子はやっぱりいい。うん。で、醤油をまたつけると。もう一回つける？もういい？わかんない。どっちでもいい。あ、真っ黒くなってた。そうか。じゃあもう一回つけて、糊巻いて終わりにします。うん、はい。はい。軽く焼いたら、糊がパリパリになるでしょ。燃やさないでね。燃やさないって。誰だと思ってんの？俺小学生の時海苔焼き係だったんだよ、家で。色がね、黒からグリーンに変わったらおしまい。グリーンになるの？うん。間違えると茶色でなる。それから海苔をパリパリに先に焼けばいいんだよ。パリパリ。よいしょ。よいしょ。いいよ。はい。
はい、磯辺焼きが出来上がりました。まず食ってみるか。じゃあまずお食べ。はい、うん、久しぶり。そりゃそうよね、1年に1回しか食べないんだから。うん、火もいい感じ。おっか、味は、うん、大丈夫？うん、2回でもいいかもね。しょっぱい？うん、少しあのそういうような味が強いけど。あ、すごい、見て、おりんごぐしぐし言ってる。うん、網と反対にする。ああ、あれなんかもう嫌がってる。うん、うん、さ、うん、切らなきゃ食べれないよね。焼く前に切ればよかったのかな。わかんないな、どうすればいいか。なんかおりんごひしゃがだよ今。動いたな。よし、色変わった。でも色変わったの、そのまま置いてたらまた。いいや。あ、割れた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 。おお。ふう。口開けた途端に火力が一気に強くなったのか。うん。それ2回？まだ1回。膨らんだ膨らんだ膨らんだ。おお、膨らんだ膨らんだ。膨らんだ膨らんだ。あ、ブフッつって。おお、膨らんだ膨らんだ。よいしょ。よいしょ。甘いんじゃない？うん、うん、つけない、つけない、つけない。うん、海苔で焼い、巻いて、ちょっと置いて、まだ熱いと思うよ。食べてみて。焼き海苔。いただきます。どうぞ。うん、うん、うん、うん。うまい？うん、くっついてます。あれ、忙しくなってきた。少し火力閉じるか。さっき蓋閉めてたら全然焼けねえかった。だって火が出てきちゃった。これ焦げてんじゃない。あ、焦げてんのか。しょっぱみよ。私ももう一回欲しい。うまいね。おいしいよ。これ一枚ちょうだい。うわぁ、三脚あって助かったな。うん、よだれさ、よだれ。やっぱ正月は磯辺焼きだよな。うん、やっぱりこれよな。で、お兄ちゃんはここにネギを散らすんだって。それは合うと思う。でも、くじ返してる、転がしてる間にね、ネギみんなおじいるんだよね。なんか違うねって言ったって、うんって言ってた。揚げたらくるみどごま、ごまね、うん、撮影っていうのの遊びだよな、うん、お遊びかな。遊びがよ、なんでもない。おこから煙出てる。蒸気だ、うんうん、ちょっと蓋開けるだけで火力一気に上がるね、うん、全然変わっちゃう、うん、膨らむ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 。おお、これスプーンで食べるのか。サイファシで食うか。いや、これで食う。あ、よいしょ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 。熱いよ、気をつけてね。うん、よいしょ。あ、くるみ、うん、甘くて美味しい。うん、うん、正月だな。よかったね、くるみ直接出されないで。ごまも行くよ。うん、あれ食べてみ。うん、くるみだよな。くるみだよな、うん、甘い。うん、美味しい。じゃん、あ、すごいいい匂いする。ああ、あのリンゴのシープに、うん、みたいな匂いがする。これお尻だよ。お尻です、うん、ま、頭、うん、まだ冷やしておこう。まずいいか、このまま食っちゃうか。冷めちゃった。
もう大丈夫だね。うん。どっちの味濃い？こっちだな。うん。うん、くるみから食べてすぐだった。うん。あの、普通にごますり団子。くっついて、大変。うん。甘い。うん、食べてみよう。いただきます。うん。うん、おいしい。うん、甘みが強いんだ、そっちより。うん、ごますり団子だよね。うん、ごちそうさま。皮剥いで、いや、なんとなく剥いだ方がいいかなと思っただけ。熱そうじゃん。うん、冷ました方がいい。本当の薄皮が取れる感じだな。うん、リンゴの皮の。すごい。ほら、ペロン。あの、日焼け跡みたいな。嫌だ、その表現。ま、二つでいい？うん。あ、うん、ちょっと真ん中まだ。火通ってません。うん、通ってないね。まあ、おリンゴだからそのままいけるけど。うん。半生タイプに。これどうやって切るんだ？うん、もう半分に割りませんか。食べてみます。うん、食べてみて。わかんない。よし、焼きリンゴ。あ、どう？あ、俺、まずいと思ってたら、あの、まずくはないよ。うん、あ、美味しい。あの、リンゴ焼いた味だ。なんつったらいいんだ。そのまんま。あのね、リンゴのなんかのお菓子の味がする。うん、あの、焼けて柔らかいとこだけ。これにシナモンをかけたい。うん、いいかもしんない。ごちそうさまでした。ごちそうさま。ごちそうさまでした。またよろしく。文字うまかったね。でもね、美味しかった。うん。ではまた。